ですか。はい、1週間のご無沙汰でした。ご無沙汰ですよ、はい、日本撮りもうね、だからね、私ね、やっぱりね、こう不思議だなと思うのは、はい、1週間経ってるでしょ、髪の毛が伸びてないんですよ。散髪したままこれ、ね、まあ、若い証拠ですかね。そうですね、はい、もうなんかね、さも今買ってきたみたいな感じですか、ね、今朝ね、しかもほんまにそんな感じでね、はい、もう本当に素晴らしい、はい、ね、先週の相葉君の紙面、はい、ね、ご覧いただきましたでしょうかね、反響でしたね、大反響です、これはこれはすごかった、うんうんうん、もうなんせね、もう嵐のような反響を受けたからね、あーすごかったですね、拍手ちゃうか今今のはおい、もう台本通り喋ってるからね。台本ありますからね、ここにね。インタビューやりだして、もうかれこれ5年ぐらい経ちますけど、これは初めてですか。あー、これは仕草ね。この首が曲がってるっていう状態は、もうこの方か私かぐらいしか似合わないんじゃない。今回はこの方でございます。なんと、かわいい。かわいいですね。桐谷美玲ちゃんでございまして、これどうですか、こんな可愛い上に、これどうですか、これ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 かわいい、このラブラブローで未だかつてこんだけ可愛く持っていただいた方っていうのは、4月の13日からスタートするんですよ。そうなんですか。はい、ドラマ見てください。人は見た目が 100%、 その通りです、その通りですよね、本当にその通りでございます。この人が言うとその通りと言うしかですね、そうですね、言いようがないね、おっしゃる通り、あの ボルゾン知恵美も出てるんですね、このドラマ、35億ね。いや、あ、んなんと、んおお、予告が、おお、すごい、よかったね、はい、あら、これは第3弾にふさわしい方じゃないですか。そうですね、香取慎吾さんとアンタッチャブルの山崎さん、山崎さんですよ、面白いですね、ですね、続きますね、はい、面白いのが続きますね、これ、そのにゃんこちゃんの撮影、ね、にかけてはこの方が第一人者ではないですかね、はい、皆さんご承知いただいてるんですかね、はい、おなじみでございまして、岩合先生の新しいコーナー、はい、紹介してみてください。はい、動物写真家岩合光昭さんの僕のいい子たちです。始まります。要するに岩合先生がこれまでにずっとずっと撮ってこられた、うん、ね、うん、猫ちゃんの中でも、はい、襟好みよりすぐりの猫12匹というのがね、12猫ちゃんを集めまして、はい、今回は皆さんにお届けすると。どうですか、来年の、はい、あ、カレンダーに、いはい、ちょっとお話を進めて、ほんまですか、はい、あ、これ僕買おう、ほんま、ぜひぜひ、いやいやいや、またいいのができる予感が、あ、ほんまですか、はい、そうですか、うん、春ですね、うん、ね、植松くん、そうです、ね、新しいコーナーが始まるっていうのは春っぽいじゃないですか。そうですね、あ、先週に引き続き、はい、先週に引き続き、いや、全く1週間のね、こう時を感じさせない僕もやっぱ入社できて、いや、しましたよ、あ、いや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 、正式な入社が、正式に入社して、はい、その間も私も1ミリも髪の毛ないで、これもどうですか皆さん、4月の、ね、5日後のご紹介してるんですが、なんと、5月に入りましたら母の日あります、母の日ね、大体お嬢さんとお母さんって結構仲いいもんですもんね、うん、今回ね、まあ、晴れの写真をね、変身フォトというのが今流行ってますからね、あ、ね、実は、はい、あのディレクターのね、森さんも一度変身をされたんですが、ね、その時の作品がこちらでございます、ね、いや、こちらでございます、こちらですので、これはね、ちょっと2回目映しといてやビフォーアフター映しといてや、この方がこちらになります、これ見ると皆さんびっくりする。そうですよね、はい、うん、まあ、要は流行ってるんですが、我々の方もね、はい、今回は母の日にお嬢さんとお母さんでね、うん、2人でお写真を、変身フォト写真を撮っていただこうということで、うん、今回読者モデルの方にご登場いただきましてね、松田のり子さんと一人娘のさなえさんね、可愛らしいですね、最初はこんな、あ、
写真なんですが、今ご覧いただいていると思いますが、はい、それがなんと変身するとこちらになるという。素晴らしい。素晴らしいね。これ綺麗になるんじゃないですか。そうでしょうね。ね、あのやっぱ綺麗なね一枚を残しておくっていうのはやっぱりこう、女性にとったらなかなかのね、永遠のね夢であります。ファミリーの方では今回特別にオリジナルの商品をご用意いたしまして、お申し込みいただいた方に、この写真を撮っていただくと。もちろん一人でも撮れますよ。もちろん一人でも撮れますが、お二人の場合でも今回は母の日を前に受け付けると。サンケイホールブレイゼで5月17、18、19あります。こうジャニーズの、はい、ジャニーズジュニアのね、フォーユーという、4人組がね、出演する舞台でございますかね。4月9日から一般売りなんですよ。で我々の方では4月の5日に先行発売ということでね、フォーユーの舞台でございます。はい、4月5日号も盛りだくさんでございますんでね、ぜひ皆さん、じっくりとご覧いただきたいと思います。はい、本日はこの辺でお開きにしたいと思います。ありがとうございました。